様、コンサート再開でございます。大学ステージはここから遠くない半田の詩人であり童話作家新見成一先生の代表作でもあります盆狐をお届けします。新見先生は中学2年の頃から童謡や童話の創作を始めたと聞いております。この盆狐は18歳の時の作品で、ここ安城にとてもご縁があるのですよね。25歳から当時の安城高等女学校、今の県立安城高校の教師をされていました。そしてその時期に、たくさん30もの作品を作ったと言われています。今年は新見成一生誕100年の記念の年でもありますね。各地で、たくさんイベントが行われていますから、この会場にも新見成一のきっと魂がちょっと遊びに来たりしてるんではないかと思います。伊藤先生はいらっしゃいますね。はい、では演奏は女性合唱団コーロアンジェリコ、そして森山女性コーラスの皆さん、フルートは福井真由美さんと鳥居悦子さん、そして朗読は竹内久江先生、ピアノは福田由香さんですね。では伊藤先生お願いいたします。昔、ゴンギツネというキツネがいました。ゴンは一人ぼっちの子ギツネで、シダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしました。村の方からカーン
ってきました。葬式の出る合図です。標準が白い紙芝をつけて位牌を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が今日はなんだかしぼれていました。はあ、死んだのは標準のお母だ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。
カゴの中から5、6匹のイワシをつかみ出し、標準のうちの裏口からそのイワシを投げ込んで穴に向かって駆け戻りました。ゴンはウナギの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われ、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされた。それを聞いたゴンはそっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日もゴンは栗を拾っては兵十の家へ持って行ってやりました。その次の日には栗ばかりでなく松茸も2、3本持っていきました。月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。細い道の向こうから誰か来るようです。それは兵十とカスケというお百姓でした。そうそうなあカスケ、ほらこの頃とても不思議なことがあるんだ。お母が死んでからは誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。へえ、変なこともあるもんだ。それなりに二人は黙って歩いていきました。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。標準の影帽子をふみふみ行きました。お城の前まで来た時、カスケが言い出しました。さっきの話はきっとそりゃ神様の仕業だぞ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだと思う。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん、ゴンはへえ、こいつはつまらないなと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで神様にお礼を言うんじゃ俺は引き合わないな。
仕上がって悩みかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足元を忍ばせて近寄ってドンと撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。兵十が駆け寄ってきました。ふと家の中を見ると土間に栗が固めてあるのが目につきました。おやと兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか、いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつむったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタッと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。またね、今年は新南基地のものをいろんなところで上演それからお話し、していますので皆さんも足を運んでいただきたいと思いますが、私たちのグループもハンガギヌスというのがありまして、今日も数名ハンガから来ておりましたが、6月23日に、新見先生が生まれたのがハンガですからね、6月23日ハンガ市の福祉文化会館ハリアドホールにて、この銀の鈴のために書いていただいた曲があるんです。新見南基地先生の詩に、曲をつけていただいた、それも半田の作曲家、板倉博美さんという作曲家にですね、お願いしてるんですけれども、そのステージが6月23日にあります。そして岐阜でも岐阜銀の鈴というのがあります、7月9日ハートフクルスクエアチューというですね、サロンがあるんですけれども、交流サロンで、そしてここ安城
ここでは9月8日日曜日です。9月8日にここの、安城市の市民文化事業としてこのサルビアホールで新見先生の詩に板倉さんがつけてくださった曲を本邦初初演で、秋に向けて初演してまいります。ぜひこちらもね、足を運